れた余計な前置きはいらない。早いところを始めてし、こんなごちそうを目の前にぶら下げられてはね。ゆめ子、ここでの生活は楽しい？気に入ってもらえてよかったわ。赤尾学園はそれをただ失うだけの行為であるというのに、それでも私たちがギャンブルするのは。さて、説明を始めさせてもらうわ。運命のタロットカード、マイナスなら私の勝利。1枚だけ特別なカードがある。愚者ゼロであるこのカードはジョーカーとするわ。これ1枚で勝敗が決する運命のカード、常に逆転の可能性があるということに。そうね、現在は夢子、過去は私としましょうか。そんな、会長が過去だ。なんて運命のタロット占いを。すべての物事はそうなると決まっているという話。どんな事象も起こり得ないことでない限りは起こりよ。お疲れさん。会長、しっかりなさい、さやか。夢子、あなた、あの生徒会長がそんなことを許すはずがありません。で、そうかしら。こちらに来て髪を結ってちょうだい。が俺の価値、あなたで人生をかけるとは。そうでなければ俺は、まさかあなたにそんな胆力があったとはね。今回のギャンブルであなたという人間の魅力を全て知ることができたと思うの。違う。だから首よ。おかしい、あなた本当に面白いわね。全てをかけたギャンブルを。サオトメメアリさん、よかったらお茶でもどうかしら。二人きり。冗談はよしてくだ。あなたなら重々わかっているはず。なのにどうして私のことを疑っている？なら保留すればいい。前、今の生徒会長が就任してからだ。桃バビキラリ、うちは中高一貫だけど、彼女は高等部で編入してきた。面白いじゃない。ちょっかい出してみましょうか。なかなか面白いことになってれば。かけてる金額も大きいみたいだし、こんな時はトラブルが起きがちだからね。いいから黙って開く。まさか勝ってしまうとまでは思わなかったわ。ユリコ、あなたはなかなか強運じゃない。見直したわ。それに比べてどうかし